ッドベリーだ。ムッドベリーに対して坂田、あーっと鋭くて、このあたりは得点力さすがです。ローソンへ、ここはゴール下の本村決めていった。スリーか、決めていった、スリーポイント。山本、ケビン・コッツァーだ。いや、いいアシストパスがありました。さあもう一度攻める愛媛、スリーポイント、栃野義彦。さあ最後のオフェンスか、あーブザービーター、決まりました。最後のショット決まっています。上里に対しては坂田当たる、あー、そしてウッドベリー、そのまま坂田がマークにつく、振り切ってウッドベリー決めていきました。ただフルノに対しては厳しく当たっていく、フルプスファウルをもらいます。これでフェルプスは14点目。第3クォーター、愛媛が逆転。さあ飛び田のスリーポイント、得意のスリーポイント。さあここから始まっていく熊本、通して中のケビン・コッツァー、これがあります、アシストもあります。ウッドベリー仲間を使う、あー今、あーとここもターンオーバーだ、ウッドベリーがダンク、フリーだ、中入れて外から栃野義彦決める、バックボード、バンクショット決めていった。熊本がリードを奪って愛媛が追いかけるという展開でした。この位置からミドルゾーン決めていった、フェルプス、あー厳しいディフェンス、もう一度ウッドベリー、今度はスリーポイントだ、来た、入れ返した。熊本ボルターズ、ダブルオーバータイム激闘の末、100対91。